世界最進5分授業数学教試験高田先生第4い,い,、はい、数一の数と式全解説<然> <laughs> ということで大樹先生、はい、え今日はですね中学生向け YouTube チャンネルスタッフリーのカリスマ英語講師大樹先生に生徒役になってもらいながら。 高校数学のもう、一番最初のね、めちゃくちゃ大事な単元です。数と式を全解説したいと思います。また無謀なチャレンジしましたね。え、やっちゃいますよ。えー、これ数と式は、中学校の内容がね、めちゃくちゃ大事です。で、中学校の内容を土台にして、その上に積み上がっていきますので。で、中学校の内容ちょっと怪しいだと思う人はね、中学数学の全解説も大先生と二人でね、取りましたよね。りました結構これ再生されてます。 もう神々動画動、画今僕が僕神ミですけれどもカウントカ動画なのでぜひそれを見ていただいてね中学の内容をしっかりと理解した上で高校数学に一緒に歩んでいきましょうさあ大先生まずはね指数法則ということなんですけどねこれ指数って中学の時やりましたよね何乗とか何乗とかっでてで指数同士をかけた時どうなるかって話でね a の m 乗 ×a の n 乗の場合は a の m+n すっていうふうになります。 ねこれイメージできますか？だから二乗と三乗かけた場合は五乗になります。なるほど。ね七乗と四乗かけた場合は十一乗になりますね。掛けちゃダメってことね。そうそう。掛け算は指数の部分の足し算になりますね。これイメージできますね。い,いいですね。はい。で、えー、m 乗の n 乗みたいなね。でこれはね掛け算になるんですよ。なるほど。ねだから三乗の四乗というふうに言われたら十二乗。十乗。ね五乗の六乗というふうに言われたら 三十乗っていうふうになります。なるほど。はい、そして、ええー、まあ、A. B. の N. 乗とかになったら、まあ、それは A. の N. 乗かける B. の N. 乗ってね。うん、で、それぞれにかかるよって感じですね。なるほどで、これを踏まえて、こんな問題が出てくるんですよ。<い>で、結構、まあ、ぐちゃぐちゃして、大変そうだなって思うかも。知れませんが。 でこれは中学校の時にも言ったかもしれないけど符号と数と文字一つずつこれを1個ずつ丁寧に見ていけば大丈夫ですじゃあまずは符号を見てみましょうか、はい、符号はマイナスここだけですね、はい、マイナスが3乗ってことです、はい、でつまりマイナスが3個だよね、はい、でマイナスは奇数個だったらマイナスで、ね、偶数個だったらプラスだったから今回は3個ってことは奇数個だから符号はマイナスですねははい、はい、そししてて次数数見てみましょう、はい数は 2の3乗かける7ってことですね。2の3乗っていうのは8だ。8に7をかけるから56。56。これが数ですよ。はい。次 x 見ていきましょう。x は x の4乗の3乗です。ってことはこれは掛け算だから12だ。x の12乗かける x の3乗です。かけるってことは足すからそうそうそう15だ。で12乗かける3乗だから12足す3で x の十五乗となります。すそして最後 y ですね。はい、y の二乗の三乗だからここは y の六乗にかける y の四乗ってことは y の十乗。六乗足す六足す四すればいいから十乗だね。はい、はいこんな感じです。いい,ね、いいでしょ。ね符号やって数やって文字を一つずつ。さすがたた。やっていけばこれで簡単にできちゃうよということなんですね。 さあでは続いて展開因数分解ね、はい、これも中学校の時ありましたよね展開と因数分解ってねえっとこのね括弧で掛け算なってるところからバラすのが展開ね、うん、でこかかこからその括弧掛け括弧の形にするのが因数分解でしたね、はい、でこれっていろんな公式あったよねで中学校の時にあった公式ってので、ね、これは高校でもめちゃくちゃ使うからしっかりと復習しておいてください で中学校でなかったんだけど高校で新たに出てくる公式っていうのがねこんなやつです。ねえ、まあ、でもこれさこの文字で公式を覚えるってことなく感じてもらいたいのがまずこの左と左をかけたものがここに出てきますね。で右と右をかけたものがここに出てきますね。で,で,でここの中身っていうのはこれ何かっていうと外外をかけたもの足す内内をかけたものって感じですす外外をかけたもの足す内内をかけたたもものの足内内こんな感じです。 でそれを使って、はいこれやってみましょう。はいまず左と左をかけたら、八ですよ。八 x の二乗ですね。じゃあ右右先かけとこうか。右右かけるとプラス十五です。プラス十五ですよね。で最後に真ん中に来るのは外外が十 x で内内が 12x 12ってことは合わせるから X ですよ<い>こんな感じいいよね左左右右で相当相当足す打ち打ちでこれが真ん中に来るとはい、はい、OK でねで今度はこれと逆です、はい これを因数分解しなさいっていう問題。なるほどこれが厄介なんだな。ちょっと嫌いだ、ね、うん、で、これはたすき掛けという方法を使います。掛けて六になるものと、掛けて六になるものの組み合わせを考えるんですよ。掛けて六ってことは1か6か、一か六かもしくは二か三だよね。ね、一かけ六もしくは二かけ三で、まあ、この場合は二かけ三っていうのになります。はい、はい、で、このこっちの六も同じように、まあ1、一六か二三かに分けるんですけど。はい まあ今回は実はね、これ三二っていうふうになるんですね。はい、でそうすると、これをね、たすき掛けするんですね。はいはい、でそうすると、こっち側はさあ、三かける三で九になって。で、下の方は二かける二で四になって、でこれを足したものが。十三になって、でこの十三がここと一致した場合は、たすき掛け成功ってことなんですよ。なるほどね、なこ、これを分解して、こっちも分解して、で、これの組み合わせがいろいろあるから。 ね、でこれがねこうひっくり返してもいいんだよ。ね、16かもしれないし61、はい、かもしれない23かもしれないっていろんな組み合わせがあるんだけどその組み合わせをうまい具合に組み合わせてたすきがけして足したものがこの、X、の係数になったら。 け,掛け成功なるほどはいこれは結構トレーニングが必要ですなるほど、ね、トレーニングしていけばスラスラ見つかるようになりますし、まあ、これにもちょっとねいろいろな裏技があるんですけどその裏技はまた、ね、このチャンネルで、えー、いずれ紹介しますのでね,、えー、るねお楽しみにということなんですけどまずはねちょっと基本のたすき掛けはすごく大事なのでねぜひこれはしっかりと練習してマスターしてください。いううふに分けらられたら、はい これってねここに、X、がついてるっていうふうに思ってください、はい、でそうすると 2+3 っていうのと 3+2 っていうのが出てきますねでこれが実は因数分解した答えになるんですよ 2+3、はいえー、と 3+2 でこれが因数分解した答えですなるほどで因数分解できたらね必ず展開したら元の式になるかなっていうのを確かめてみてください。はいね、左左かけたら 6x2 乗で右右かけたら 6, 6そして外外で 4x 内内で 9x ってことは足したら 13x。<ー>で確かに合ってるなというふうになりますね。 はい、まあでもこのたすきがけを使って因数分解するっていうところが高校で新しく出てくるのでねここはね結構つまずく人多いと思いますけれども、まあ、必ずね繰り返しやればねスラスラ解けるようになりますので自分を信じて頑張ってください。さあ続いて絶対値ですね、はい、これも中学校の時出てきましたけども、ね、これだからうーんとにかく正の値になるんですよね、はい、絶対値っていうのはね。はい えー、まあ厳密にはこれ原点からの距離っていうふうな考え方もできるんですけどつまり、えっと、原点かから2までででの距離はいくつですすってことですねなるほど2です。2ですよねで、えっと、原点からス3までの距離はって言われたら3ですよね。これがまあ答えになるわけです。はい、で、まあ、これはだから、まあ、原点からの距離って考えてもいいし、まあ、何マイナスがついてる場合はマイナス取ってそのまま出してあげればいいねみたいな感じで捉えてもいいと思います。うん、はいで問題はこれなんですね。X、の絶対値は何でしょう え？X じゃないの？ねこれ X って思いますよね。ね 2>,、はい、2は2なんだから X は X じゃんと。バツ、はい、なんですね、えー、これが。これ注意してください。なんで？ね絶対値の中身が数字の場合はもうねマイナス1つらマイナスを外すだけでいいと。はい、マイナス1でなかったらそのままでいいと。って感じだったけど絶対値の中身が文字だった場合は、はい、こいつが正の時か負の時かで場合分けしないといけないんですよ。えー、なるほど。ね。 なのでもしも x がまあゼロ以上の時は絶対値 x っていうのはそのまま x でオッケーなんですよ。で,すね、でももしも x が負の時っていうのは絶対値 x っていうのはマイナスの x ってなります。だってさ x が負ってことは例えばじゃあこれがマイナス三って考えてみて。そしたらマイナス三の絶対値は x にしちゃったらさマイナス三になっちゃうじゃん。確かに。わかる？絶対プラスにするからだ。ね。ね だからここの中身がもしもマイナスの場合は、X、だとマイナスのままになるからそれにマイナスをつけてプラスにしなきゃいけないんだよね。なるほどはいということで絶対値記号があって中身が文字が入っている場合は。 で中身が正の時と負の時に場合分けしなきゃいけないんだよっていうのこれはめちゃくちゃ狙われるとこなんでしっかりと覚えておいてよかったねさあでは続いて方程式不等式このお話していきましょう方程式っていうのはイコールで結ばれたやつね、はい、で不等式っていうのはね大なりとか小なりとかっていう不等号で結ばれたものを不等式というふうに言いますあ<ー>さあじゃあ一次方程式ねこれは中学の時にもやりましたね移行してって感じでしたねはい、はい はいじゃあまずは左側に x とめましょうか。そうすると、ま丁寧にやろうかね。3x 移行すると符号が逆になりますね。マイナス 5x 等8で移行すると符号逆になるからマイナス2と。はいそうすると計算しましょう。マイナス 2x 等6ですね。そして最後はうん。でマイナス2を割り算すればよかったね。はいということは x 等マイコールマイナス3これは答えだ。はい。で 不等式の場合は方程式とほぼ同じように解くことができますね。じゃあ同じようにやってみましょうか。まずは x を左にまとめましょう。三 x マイナス五 x で小なりですね。小なり八マイナス二ですね。はい、そうすると計算しましょう。マイナス二 x 小なり六ですね。はい、で最後 x 小なりマイナス三はい。 これでオッケー。これダメなんですね。なんで？なんでって感じだよね。合ってるよ。さ、これの今だから式変形を一回二回三回してますけど、一二三のどこで間違いが起こってるのか。これね、ここはオッケーです。移項するのはオッケーです。ね、移項するときに符号を変えましょう。そこは注意しましょう。で、左辺と右辺それぞれ計算するね。 これもオッケーです。<OK> 方程式と全く同じようにできます。はいはい、最後ここ注意してください。はい、マイナスがついてるときは、はい、不等号の向きが逆になります。はい、はい。ここを <laughs>、はい、<laughs> ここを注意してください。逆になるんだ。そう、逆になります。なんで逆になるのかっていうのを説明すると、まあ例えばこの式を満たしているような x って何があるかって考えてみてください。例えばマイナスに。2そうですね。うん まあ一とか、一とか、はい、そうですね。まあじゃあここに一入れればこの不等式満足満たしてますよね。満たします、ねうん、じゃあこれに一入れたら満たしますか。満たしてない。満たしてないですよね。マイナス三よりも大きいもん。そうなんですよ。うん、実はあのマイナスってさ掛け算すると大小関係が変わってしまうんですね。例えばえっと二と三でどっちが大きいですか。三の方が大きいですね。はい、で両方にマイナスかけましょう。はい、マイナス二とマイナス三ってどっちが大きいですか。 マイナス2の方が大きいんですよね。いはい、ということで実は不等式の場合はマイナスをかけたり割ったりすると大小関係が逆になるので不等号の向きが変わるっていう性質があります。うん、なるほでももしもマイナス2最後に割り算するときにマイナスで割り算するときはここが不等号の向きが変わる。ここをね 絶対ミスしない注意してくださいなるほど不等号はマイナスが出てきたら逆になるそうーー最後のマイナスの割り算ね最後マイナスがついてるマイナスがついてるときは不等号の向き逆になるよっていうところをしっかりと抑えれば一次不等式は楽勝ですさあラストです二次方程式ねこれは中学の時にもやりましたねはい。 AX2 を足す BX プラス C の解はと言われたらこれ解の公式ってありました、はい、ね、これは高校でもめちゃくちゃ使えますんでねね皆さんもこれね確実に覚えてねスラスラ使えるようにしてほしいんですけど、はい、高校に入ってくると判別式と呼ばれるものが出てきます判別式かかね判別式っていうのはまあ大文字で D って書くんですけど大重,、ね、大重の D ではないですよこの判別式って英語で何て言いますかディスクリミナルエクセレントナイ デスクリエットの D ですね<や>何がおかしいんですかで,、ね、でこの D っていうのは B 二乗マイナス -4AC っていうふうに書くんですけど、はい、これどっかで見たことありません実はあれですよ解の公式の,その中のそうなんです実は解の公式のルートの中身を判別式っていうふうに読みます、はい、じゃあこれ何を判別するんだいってことなんだけど これでで判別できるののは実数解個だからつまり解の個数が分かりますじゃあもしもルートの中身の d が0より大きかったら実数解は何個になるかってことなんだけど、はい、まあつまりこれだからプラマイのルート正だから、まあ、例えばルート2とかねプラマイのルート2ってことは解はプラスルート2とマイナスルート2の2個出てくるでしょ。だからこれはは実数解は2個 判別式がゼロに置き換ったら実数解は2個っていうふうになります。なるほど。でもしもじゃあ判別式の D がゼロだった時そう消えちゃうから、そう、言葉はこれプラマイゼロってことですよ。はい とってことは、ね、2a、はいうん、分の −b の部分だけが解になるから実数解は1個っていうふうになります。なるほど判別式 d が0より小さい場合つまりルートの中が0より小さいルートの中が0より小さいなんてありますかルートの3とかルートのス5とか。ね。これ実はさらにね数学高校数学進めていくと虚数とか複素数っていうものが出てくるんですけど。 まあそれははね実数ではなくて虚数とか呼ばれるものなんですねなので実数解としてはルートの中がマイナスになっちゃうとそれはそんな実数は存在しないっていことになるから実数解としては0個っていうふうにあります。ということでえ方程式与えられて解の個数何個か答えなさいみたいな問題が出た時はいちいち解の公式で解を求めなくても判別式のこのねルートの中身だけを調べることで0より大きかったら実数解に行こ個。 ゼロだったら実数解が1個、でゼロより小っちゃかったら実数解がゼロ個。 こんな風に判別ディスクリミネントできるよっていうことでした <laughs> なるほど。さあということで数学1度数と式を全解説しましたが大先生いかがでしたかいやーめちゃくちゃねそのつまずきやすいところっていうのもういろいろ教えてもらって、ねえー、僕はね幸せですよそうです皆さんもこの全解説を完全に理解して <laughs> 数学1高校数学のスタートダッシュを決めてください